はい、どうも、アンダーソンです。この風景も見覚えございますね。今ちらっと映りましたね。カズさんと一緒に始めるオーシャンワールドでございます。実はですね、裏倉でこうこそっとね、カズさんを保護すべくこう柵をね巡らしまして、本来ねこんな閉じ込めるようなことは本当はしたくないんですよ。ただね、危険なんですよ。というのはですね、こちらですね、行商人が来ております。行商人が来ていること自体が悪いわけじゃないんですが、彼が来るということはですね、襲撃者もねここに湧く可能性があるってことなんですね。というわけでね、襲撃者からカズさんを守るべく一旦あそこを柵で塞いだわけですね。で、今日は湧きそうな場所っていうのをね、できるだけ潰していこうかなっていうのをまずしようかなと思います。というわけでね、ここを潰してですね、足場を全部なくしてまず行こうと思います。でもってカズさんたちですね、ここは結局ね、情報を聞いたところやっぱり16ブロック以上広げたらどうにかなるという話なんで、カズさんたちのエリアをね、広くね、こんな閉じ込めなくてもいいような形にできるようにね、壊した足場を使ってですね、ここをまた広げていこうと思います。まずはね、だからもう足場は別に なきゃなくてもいいんですよ。これがあるんでね、これで行き来すればいいわけだから。とりあえず一旦ね、ここのキャンプとカズさんたちのエリアを引き剥がしてですね、あばよ別にあの人らが悪いわけでも何でもないですけどね、あの人たちよりもカズさんの安全の方が重要なわけです。そう、なんでね彼らが湧いたかっていうとですね、あれなんですよ、裏でまあ柵作ったのもまあそうなんですけど、裏でちょっと釣りをずっとしてたんですね。食料事情が良くなるからっていうことでね。で、食料事情を回復させるべく裏作業をしてたのはいいんだけども、竿をね一本ね壊すまでずっと釣りしてたんですね。で、間であそこの脇場、脇場もちょっと直さないといけないですね。脇場でね雲が湧いたんで、糸をゲットしてですね、竿を新しく作って今はまあ新品の竿一本持ってるんですが、そうしてる間に彼が現れたんですね、行商人が。で、行商人が湧いたってことはっちゅう話ですよ。先ほどの通りね、後で浮いてくるんだな、ちゃんと。いっぺんあんなに深く沈むからさ、絶対取れねえとか思うじゃん。せっかく頑張って作ったものをねこうして崩すのはちょっと忍びないですけどね。木にもね限りがありますしね。いや、木自体には限りはまああれですけど、松明をね節約したいというのが、石炭限られてるんですよね。石炭限られてるし、かまどが作れないんで今のまんまだとね。なので木炭にすることもできない。マグマでもあればね、丸い無限装置を作るんですけどね。ああ、割れた。あれ、さっきの斧新品だったの？斧また作んなきゃいけないな。当たり前だけど、木の斧だから恐ろしく作業性悪いですね。湧き潰しもある程度できてるんで、あれなんですけどね、別に自分が寝る必要なくなってきてるんですけど、寝ないとファントム湧くでしょう。この世界エリトラないんでね、別に被膜いらんわっちゅう話でね。そうなるとあいつただただ厄介な敵なんですよ。どうしよう。作業台がキャンプの方にあるんで、キャンプの方に移動しましょうね。もう夜だし、斧を作る材料がもう残り少ねえじゃねえか。ないったな。木こりもまたちゃんとやらないといかんですね。お、隠れた。おはようございます。さて、やつは無視して、実はね、現れた時にね、何持ってんのかなと思ってスッと見たんですけどね、大したもん持ってなかったですね
まあ、行商人ってそんなもんすよね。もうちょっと活用できることがあればいいのにな。人によっては、あの、あれでしょ、あいつもうロープくれるだけの人って思ってる人もいるでしょ。冒頭に言うの忘れてたんですけど、村人を増やすっていうのも考えなきゃいけないんですよ。なのでね、土をうまく利用してね、村人、農民と、もう一つは釣り人がいいかな、にして、あの、食料事情を安定させてね、で、あの、カズさんにも増えてもらえるようにしなきゃいけない。で、脇場、あそこの脇場の中に時々雲が湧くんで、糸を集めて羊毛にしてベッドも作らないといけないですね。じゃないと人増えないから。やることいっぱいあるな。やることいっぱいあるけど、あの、手に入るものが偏ってるからすんげえやりにくいですよね。さあ、今終わったところはね、結局もう一回貼るんでね無駄だったな無駄な作業やな、本当に。ぬるくら。さあ、じゃあちょっとカズさんの領土を広げていきますよ。広げていきますよはいいけど、気をつけねえとな。湧き潰しもちゃんとやっとかねえと、まあ、あの中で湧かねえから大丈夫か。カズさんは大丈夫だけど、あの、俺の脇場が困るよね。船を一旦向こうに運んどいて、ちょっと増やしてる間置きっぱにしとこうか。あ、いなくなってる。レスポンスなのかな。動画見る人ってやっぱ貪欲だと思うんで、あの、私のようなのでも見てくれる人がいるっていうことは、単純に、あの、うまいとかすごいとかいうのを見たいだけじゃなくて、とにかくマイクラ動画見たいんですよねマイクラ動画見たいし、マイクラ動画見てるのが楽しいんですよね。いいことだと思うんですよ。楽しいことがたくさんあるっていうのは本当にね。これでどれぐらい、何ブロック今拡張したのかな。そろそろ夜になるから、ぼっちぼっち松明立てて向こうに行った方が良さそうですね。四つ角に一応置くけど、それで足るかな。代わりにこれはちょっとなくしていいかもしれない。で、むしろ、むしろここの内側をちょっと増やす感じで、水中で焼き魚食うとうまかねえだろうな。 S、 おはようございます。少し寂しくなりましたねこれで近くまで乗り付けといて、この辺で降りればいい。カズさんが今立ってるところがベッドがあった場所です。1、2、うちは何分か、1、2、3、柵が立ってるところが4、5、6、7、8、まだ8ブロックぐらいか。やってる方は楽しいけど、見てる方は退屈かもしれないですね。足りるかな。またおかしな木材の統一感がないから、おかしな模様になってますね。今が10ブロック目。思えば第1回目でこれすべきだったことだな。あっちのキャンプと脇場の間も足場なくしてもいいかもしれないですね。これでようやく11目か。もうなくなりそうだね。元にある木材を全部あれにしまってもいいかもしれないな。あ、ブロックまだ少しありましたね。全部木材にして、これでも足らなかったらまたその時伐採とかしながらですね、ほぼほぼ3スタックと20くらいか。まだ先は長いぜ。ここは12くらいだったと思うんですよね。
なんとかね、ここを村にしなきゃいけないんですよね。でかけりゃでかくて、それはそれで構わないですしね。浮気潰しはちょっと考えなきゃいけないですけど、このオーシャンブロックの特徴としては、やっぱり地下に潜んないから、あれなんですよね、日が落ちたりするのが分かるところなんですよね。普通のサバイバルだと洞窟潜っちゃうとね、時計持ってなかったら分かんなくなりますからね。あと4ブロック分広げないといけねえのか。絶対足らねえな。松明もあと2本しかねえ。ちょっと 日が変わったらあれですね、あれをキャンプの足場をちょっと削りましょう。もうなくなっちゃった。作れねえしな。今素手で頑張ろう。よし、ここは4、5、6、7、8、9、と11、12、13か。13の途中だったんだね。16ブロックまで広げる必要もなければ、全部をそうする必要も本当はないんですけどね。まあまあまあ、14ですね、ここからが。もうちょい足りねえな。14が全部埋まれば埋まるぐらいか。埋まんないかもしれないですね。右手の中指から超過勤務手当を要求されそうなぐらい右手の中指使ってますね、今日は。まあ足りなかったか。どうしよう。あのオークを倒すか。で、あっちの奥にもあるな。おっ、届かんか。届かねえな。あとにしよう。ちょっと外に出てからだ。多くはね、時々こういう形で変な生え方するのが面倒っちゃ面倒ですよね。もうないかな。さあこれで足りるといいけどな。これで足りなかったらちょっと悲しいもんがある。あー厳しいかもしれないね。確かこれで14だった気がする。ちょっと回ったら数えよう。5、6、7、8、9、と11、12、13、14、悲願の16ブロックまであと2ブロック。ラスト1周、ここまでもぐらい使うと思わなかったな。こんな取れ高ない回ってある。これでいけんじゃねえの。本当はカズさんを幽閉してるみたいで心苦しい。よし沈むな。よし沈むけど、もうちょっとのことだし、やってしまいたいのが本で。最後の松明です。あれ、最後の松明ってことは、これここだけ、これか、これをだから1個外側に持ちがある。よっしゃ、これで全16ブロックを埋めましたよ。はい、というわけでね、こうして見ていただけてもあれですね、広くなったのがお分かりになるのではないかと思います。
16ブロックね、なんとかね広げることができました。でちょっとね松明微妙なんで湧き潰し怖いなと思いつつもね、これでねこの柵をちょっと広げてですね、カズさんの移動スペースをねもっと広げてですね、そしてカズさんたちにも活躍してもらえるようにしていこうと思います。それではね、今日の配信はこれで終了しようと思います。ご視聴ありがとうございます。またねカズさんとこうオーシャンブロックワールドをね楽しんでいく動画どんどん上げていきますのでね、お見逃しのないようにチャンネル登録等々よろしくお願いいたします。それでは今日の配信はこれで終了させていただきましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。さよなら。急になるよね、あの木ね。